それでは続きのクエストをやっていこうと思います。メッセージが届いたの。へえ、やばいね。すごいね、直接あなたのここと心に語りかけてますができるんだ。はい、グレートワシントン島どこだ。っていうことは結構強いのかな。聞こえた。そうだね、腕っぷしがないとね。本当に本人なのかな。ちょっとこのメンバーで行くけど、ダメだったらまあメンバー変えよう。確かに、まあなんだかんだ嬉しいっていうね。あー、ここ、グレートワシントン島っていうんだ。あ、降りたことなかったっけ。上から見ただけだったっけ。で、ここで、ああ、なんだっけ、ミラリアンだっけ、イラリオン。未来に飛んだわけじゃなかったんだ。質問してみようかな。はは、何かを超えたけどタイムトラベルは成功した。ああ、そうなんだ。はい。おっとっとっと、声声びっくりした。聞いてみたい。HB を戦ってほしいんだ。おい、これなんで、あれ、あ、準備しとけっていうことか。今の間は、はい、そんなに強いな。ちょっと大丈夫かな。人で戦おうと思ったけど、ドールの方がいいかな。でも前この人たち蹴散らしたしね。もしかしたらドール持ってきたかもしれんけど。あ、持ってきてた。なんでそこまでさ執着してんの。どこの部隊をガッと。怖い。やめてください、そういうの。自分たちで何とかしましょう。大丈夫かな。選択肢、これ重要だったりする。一応、全員セーブしてたはず。とりあえず乗りましょう。僕と戦おうというのですか。あのね、HP のあれがあれなんですよ。防御力がないんで、防御力を上げるためにもちょっと道路に乗っとこうと。すごい。てかガットから倒してた。いいか。あ、待って、間違えた。紫ね、紫入れた方がいいよね。イリーナさん、ふい。
え、増援？おい、あ、ちょ、こっちやんなきゃいけないのかな。ちょっと待ってね。どれをやらなきゃいけないの。あ、間違えた。あ、タイムリミットあるのか。なるほどね。今気づきました。これ、生き返らせたい。あ、まつこっち。なるほどね、真ん中にしてたから。あの、ね、生き返らせられなかったのね。お、いいですね。お、いいですね。おい、あ、30秒余った感じですかこれ。ちょっと湧くのが遅かったみたいな。あ、終わりました。そうよね、人に教えてもらってるばっかりじゃね、何でも得ることはできないかもしれないね。はいはいはい、バンバンアガサ。それ、これクション系だったら持ってるんじゃない？持ってた持ってた。よいしょ。はい、11個持ってましたね。安全運転で帰るように伝える。重大な研究とは何か質問する。質問したい、教えて。この世界の謎を解き明かす。すごいね、壮大な話をしている。え、ワープで帰んの、すごいね。でもなんか瞬間移動的な感じじゃん、もう羨ましい。え、帰ってからずっとぼーっとしてる？大丈夫？なんか当てられた？なに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 ？え、わかんない。私、多分そんな経験ないと思うけど。でもな、否定するのもな。はいはい。あー、傲慢ちゅうやつですか。あー、科学者ってそう言うよね。長いね、このクエスト。もう持ってるっていう。一体何を持ってきたらよかったんだ。さっきから携帯がめっちゃ鳴ってるんだけど。世界ものそのものを測るなんて神様みたいな機械。
多分持ってんのかな。あー、そういうこと。へえ。読みたいんですけど、これ1個しかない。あ、白樹の大陸だからか。誰も乗らないんだ。なに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 、大丈夫？煙出てる。しちゃった。実験はどうなったのか聞く。また実験は失敗したのかと。呆れちゃいかんでしょう。まあね、失敗したのってね、見たらわかるだろうって感じだよね。ごめんね。いやだってね、難しいこと言ってるよ。ね、なんか分かった気になってるっていうか、まあね、そういう言い方もあれだけど。すごいね、諦めてないの。あ、リサイクル。大丈夫？お金ある？うおお、逃げた。頼まれたんですけど、ベベン、お金ある？どうしよう。質問かな？うーわ、ちょっと待って、それさすがに私も払えないわ。じゃあもうなんかそれ覚悟だったってこと？もう逃げる覚悟で？ちょっとどうするよ。まあでも信用してたんだろうね。なんかかわいそう。いいの？なんかごめんね。ちょっとなんか思ってきた。だって今んとこ成功してないしね。どうしよう。信じようかな。現にちょっと飛んでるしね。これはまた続きがありそうですね。お？あ、企業系だったんだ。ほい。いいですね。ミラニー、あ、ミラニーをカンストしてる。てか、どうだ、いいんじゃん。もう大丈夫、借金。まあ、私が買うからさ、もう役に立っててよ。もう、大概言ってること聞き取れないっていう。大儲けじゃ。大儲けじゃ、本当に。
ああなるほどね、そういうことか。バックトゥーザフューチャーの工場名なんて言うんだろう、そこまで知らないや。お腹すいたな。なんか久しぶりにさ、スマホのアラームじゃなかった、スマホのマナーモードを外してるんだけど、あれだね、実況中になられると集中力切れるね。はい、独自の美学と卓越した技能でワンオフ製品にこだわる個人企業、早くも一部のマニアたちから追支持を得ている。お、またなんか飛ばしてる。なんだあそこ。こう前からずっとハテナマークになっているのに、私がひたすらスルーしてるんでしょうね。あ、何も出ない。ミーヤだけのクエストの続きがあるって聞いたんで、ちょっと原初の荒野うろうろしてたんですね。でそれのついでにコレクションアイテム取ってて、そしたらブレイドレベルが9になったんで報告しに来ました。ミーヤじゃいないね。変更箇所追加。ほうほうほう。どのスキルがいいですか。メカニカル上げさせて、これ一旦全部4にしなきゃいけないのかな。活躍期待してます。9って実は低い。それではこのアリスさんのクエストを受けてみようと思います。大演説。はいはいはい。興味なさそうに受け答えする。素直に感心する。なんで？本当に演説してる最中に？あー、うん、冗談混じり。あーでもどう、うん、ここにしよう。真面目に行きますわ私。うん、いやだからそういうことでしょ。はい、 OK です。いやーでもほんとね、今のところ悪人ばっかり見てるからね。もうね、いやー甘くはないよ。警戒してこ。まあそうだけど、でもね、え、マジ？マジ？しかも3人もいんの？あ、目撃情報か。ひどいですね。話してる最中に。話してる最中っていうか、まあ私なんかぶっちゃけお茶飲んでたっていう。あ、おったおったおった。何あれ。ライフルケースを持った男が慌ててハンガーの方へ降りていったけど、あれって何だったのかしらね。なんだあれは。工場エリアへ消えてった。ハンガー工場エリア。白樹の大陸ヒラール平原だって。なんでこんなとこからヒラール平原に行ったってわかんない。方向、あー、まあそうやね、何言ったらヒラールって思うかな。
よほどこうエンジンをかっ飛ばして北の方に、ただ北の方に行っただけだったらね、原始の荒野でもありえるわけだし。ん？ああ、この辺か。そういえば私この子と戦ったことないや。夜行の森ではあるけど。まあね、この人たちにはこの人たちの正義があるんだろうけどさ、余裕がない。なんで？どんな理由があっても許されることではないという、見逃してほしいならと誰の指示で動いたかを問う。反論しよう。私は論理的に行きます。大丈夫、志村後ろになってるけど、ちょっと人間で戦ってみるかね。エパクを起こしたみたいですね。まあ、行きますわよ。お、いいですね。いいですね。まあいい、まあいいんですかね。まさかね。もう、起きちゃったよって、来ちゃったし。いや、これ大丈夫？あー、あの40強いよね。よかったね、今キャッチ中だったからっていうことだよね。ね、てかそれ壊れそうじゃない？あ、てか生き返らせられるじゃん。どっち？うわ、そっちかー。ヒビノさんがよかった。やった。この辺まで来てくれると嬉しいんだけどね。参りますわ。個人言う。準備万端ですね。注意がされた時に射撃を。申し訳ありません。やってるよ。射撃で行こうにして。マッハが詰まったか。どこまで伸びるこの力。え？何今の？え？え？体力途中からとか？とりあえず退治してきたけどさ。うんうん。ほんとそれ。ごめんなさい。アリスはアレックスが怪しいと考えているようだが、確かに怪しいけど、あからさまに怪しいのってね、逆にこう裏を疑っちゃうよね。さらにその裏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 